2016年の中日ドラゴンズでは2016年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。この年の中日ドラゴンズはこの年から監督専任となった谷重元信監督の3年目のシーズンである。前年まで選手権人であった谷重監督が選手を引退し監督専任となった。谷重監督の他にも ドラゴンズ一筋で32年間現役を続けた50歳の山本正也小笠原道博和田和弘が引退した。新戦力としては、ドラフト、新外国人の他に2007年の大学生、社会人、ドラフト一巡目指名の大場翔太が金銭トレードで入団した。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、 対談の挙手は、スポーツ関係または、芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。前年オフに引退を表明していた、山本正が、3月5日のオープン戦、タイヤクルト戦で一試合限定契約で復帰し、引退試合を行った。本節では、シーズン開幕からシーズン閉幕までの入り対談に、 ついて記述する。なお、対談の挙手は、スポーツ関係または芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。ありがとうございます。